皆さんこんにちは。今回は無印良品週間でお買い物をしてきたので、その購入品をご紹介しようと思います。よろしければ最後までご覧ください。ではまずこちらです。天才糖のビスケットです。お砂糖はなるべく上白糖を私は使わないようにしているんですけれども、今回この天才糖のビスケットが無印良品に売っていたので購入してみました。これは主人には内緒で購入をしたので、動画の編集をしながらこっそり食べたいと思います。でこちら、まあもちろんビスケットなのでしょうがないんですけど、アレルゲンがですね、小麦とか卵とか乳製品とか大豆とか入っていて、まあ、息子は食べられないので、こちらですね、かぼちゃなんですけれども、本当にこれはシンプルにお塩とか調味料とかも一切使わないで作られているものなので、これを息子にと一緒に食べたいと思います、ね、こういうものがもう少し無印良品でも増えてくれると嬉しいです。はい、次、次はこちらです。泡立て器です。泡立て器は私も持っててずっと使っているのがあるんですけれども、母からもらったものですっごい古いものを使ってるんですね。でやっぱりちょっとここの真ん中に洗うのが結構、洗うものするときにここの真ん中に結構入り込んで大変なので、これはここの部分がこう少しずつずれてるんですよね。幅がぴったりくっついてないので洗いやすいかなと思って、ちょっと今回これに新しく買い替えようと思って購入してきました、こちらも買い替えです。スクレーパーです。これももう何年も使っているスクレーパーがあって、いつ買い替えればいいかちょっと分からずにもうすごい使ってるんですよね。あともう一つ買い替えでこちらです。もうこの調理スプーンも有名だと思うんですけど、もう本当にこれとこれはほぼ毎日使うので、ちょっと新しいものをこれを買い替えで買ってきました。次、布巾です。これ以前の時にも動画に出してると思うんですけれども、今回新しくこれを追加で買ってきました。でこれをキッチン用にして、これから大掃除の時期になってくるので、今までキッチンで使っていたものは掃除に回そうと思います。次、フローリング用モップです。こちらはもともとフローリング用の本体まあ持ってるんです。ただそれを普通のこういった布巾とかもう雑巾に下ろすもので今まで拭いていたんですけれども、やっぱり力を結構入れないと大変なんですよね。なので大掃除とかだったらもうこういうのをガッと使って処分しちゃってるんですけれども、今回通常のお掃除の時にこれは一体どんなもんなのかと思って、皆さん結構使っていらっしゃる方も多いので、ちょっと今回買ってみました。ちゃんと綺麗に私洗えるのかが結構心配なので、もしかしたらリピしないかなと思うんですけれども、ちょっと使って洗ってっていうのを何回か繰り返してやってみたいと思います。では次は修正テープです。修正テープ2種類あったんですよ。でどっちがいいか分からなくて、なんか手にフィットしそうなこっちの方を買ってきてみました。こんな感じ、シンプルで小さくていいですよね。今まで使ってたのが本当に文房具屋さんで買った青いやつだったので、こういったシンプルのにしてみたくて、ずっといつ買い替えるか悩んでいたんですけれども、今回その本体の方が壊れてしまったので、こちらに買い替えようと思って買ってきました。そしてあとカッターです。カッターも今まで使っていたのがもう刃が錆びまくってしまっていて、新しいものを買おうということになり、こちらを買ってきました。カッターってこんなちっちゃいんですね。今のカッター、私の家にあるのはもっと青くてすっごい太いやつなので、
あー、ちっちゃくてかわいい。こんなシンプルなカッターでがあるとは。はい、見てください。これが今まで使ってた修正テープと、こっちがカッターなので、まあ色合いはね、青と黄色でいいんですけど、ちょっと派手派手だったので、これが今回これとこれになりました。文房具の引き出しもすっきりできそうなので、とこれで楽しみです。あともう一つ、いつか買い替えたいのがホッチキスです。でもこのホッチキス結構丈夫で、なかなか壊れないんですよ。でね、壊れないのに新しいのを買う気には私はならないので、これが壊れたらシンプルな白のあのホッチキスにしたいなと思っています。そしてこれが最後の商品なんですけれども、ホホバオイルです。見えますか？はい。で、もともと以前動画にも出してるんですけど、あのアイハーブで、あの私はアルガンオイルを購入しているんですけれども、あのちょっと届くまでに時間がかかりそうなので、これを急遽買ってきました。で、あの私結構オイルは冬結構使うので、あの大量にあっても全然消費できるので、あのホホバオイルもどんな感じかなと思って、今回これを買ってきてみました。はい、今回の購入品はこれで以上になります。今はあの無印良品週間中なので、あの結構買ってきました。ただ基本私は無印良品週間じゃない時にはもうほとんどあのお買い物しないので、まとめてあのこれが必要だなと思ったものはあのリストアップして、良品、無印良品週間中にこうガーッと買うようにしています。ただあの基本的にあの無駄な買い物はしないようにしているので、あの本当に最低限自分が必要なもののご紹介になってしまっているとは思うので、あまり参考にはならないと思うんですけれども、この動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければあのチャンネル登録もよろしくお願いします。